はい。ひとつき万札、清水、ならぬ、えー、国会万札、清水と本間でございます。ということで、今日はですね、あのーあ、後から知ったんですけど、なんか国会でひとつき万札、取り上げられたらしいと。えー、さらに、えー、本間さんが、こう、取り上げられているということだったので、まあ、それをちょっとみんなで見てみようのコーナーでございます。はい。<laughs> な、なんな、んなん、あーそ,そ,れそ,れそ,れそれうそうそうそう。<laughs> はい。あ、おきいと、おっきしょうん。はい。大丈夫ですか はい。えー、っとですね。もう最初にその該当部分を話すあ、あの、ちょっとね、話をしておこうかっていうと、前で、ね、毎日新聞からの、えー、記事があってですね、毎日新聞の記事に対して組織委員会があんなの事実無根では謝罪と訂正を要求するとかって言ってたわけですよ。ね。で、その毎日新聞の,あの記事に対してオリンピックの組織委員会が謝罪と訂正を要求するとかっていうふうに言ってたんだが、 えー、その謝罪と訂正を要求するというような根拠みたいなものがですね、反論。要するに組織委員会が毎日新聞に対して反論したんだけど、その組織委員会に対する反論に対してそれ嘘じゃんってうちらがですね、うん、入手した内部資料を、へーってこう見せたんですよね。でそしたらですね、なんか、知らない間に国会で話題になってたらしく、うん、わーびっくりっていうことで、えー、うん、皆さんとですね、ちょっとその部分を一緒に見てみようということで、<laughs> はい。 見てみたいなというふうに思っております。いいですかもう最初に流しましょうかうん。これ、今月7日の、はい。ええー、今月7日、4月7日ですよ、ね。うん。もうちょっと1週間以上前なんけど。なんですよね。は週間以上前。1一週、1週、間ぐらい。1>, 1週間くらい前ですね。6日前です。はい。はい、それで、えっと、衆議院の文部科学委員会。はい。ね。あの、要するにその、 予算委員会なんかの前段階に行われている、うんえー、まあ、委員会なんですよ。うん、で、ここに、うんとここで結局いろいろな細かいものとかが、はい、あのされるということ。うん、で、えーと、野党が結局オリンピックに関して丸川大臣。うん えっと、組織委員会の事務局長みたいな人も呼んでる。えぇ、ー、常務理事の副事務総長の、長えー、元文部科学省スポーツ青年局長、布村さん。うん。うん、文部省の局,局長ですね。うん。うん、まあ、あそういう人を呼んでね。はい。まあ、質問をしている中で、えぇ、ー、ひとつき万って知ってますかっていう意 <laughs> え<っ>あの、まあ、あの、ちゃんと事前通告をしてあ,、うん、あって、うん 事前通告をして、その官僚とか政治家たちにちゃんと一月満冊見とけと。これについて質問するかっていうふうにこう言っていると。まあそういうことですよね。そういうはい。はい、いや <laughs> まあそんなわけでちょっと見てみましょうか。うん。<laughs> まあその該当箇所を再生しますね。はい。うん。ね。一月満冊という番組がありましてね。<laughs> あの、清水さんという方がナビゲーターで、 それで、このオリンピックの問題について、いろいろと文章を書いてらっしゃるよね、本間隆さんって方が、あの、ゲストで来てる番組を、ぜひそれ見てもらいたいといううに言ったんですが、それその中でね、毎日新聞の報道を裏打ちするような資料が動画で載ってるんですよ。会場運営委託業務延期対応見込み額一覧。それを見ると、間違いなく、 1>, 1日30万円以上と思われる内容が入ってるんですよ、野村さん、動画見ていたいと思うんだけど、あそこに出てた会場運営委託業務延期対応見込み額一覧、あれは組織委員会の資料であるということでよろしいですね野村副事務総長。 お答えいたします。先生ご指摘の動画投稿サイトは、えー、拝見をさせていただきました、あそこで出ておりました資料につきましては、えー、初めて、その動画で初めて知ったところでございますが、まあ、担当者が業務にあたり、さまざまな資料を作成しているとは思いますけれども、ご指摘のような人件費単価を設定した資料に基づいた業務委託契約はした事実はございません。 えー、一旦ちょっとまだ続くんですが、一旦止めて。お、否定しやがったぜ、うん、おい。<laughs> ああ。布村。ね、布村って人。ちょっと今ですね、<laughs> 最大画面で皆さんに表示します。該当して、私たちが出していたのはこれですね。うん、はい。あーのー、うん、有明テニスの森とか、東急エージェンシーが受けていてですね、これもう30万以上になるんじゃねえかと。うん。こういう状況なわけですよ。 ああのね、一番、あのー、えらい,い人の人件費が1日あたりで25万円という設定になっていてだからも、えっと、前のおさらいをすると、うん、毎日新聞がすっぱ抜いたのは1日30万円も払っているう高額の人件費の存在があると。うんうん で、それに対してそんなものはねえって組織委員会が突っぱねたんだけど、うん、で、我々が今これ示してる画面っていうのは、うん、これはあの組織委員会のいわゆる管理画面なんだよね。うん、<laughs> だからこれ、あの、なんか今、布村が、うん、布村さんがいろんな資料作っているとは思うけど、なんて言ってるけど、うん、まあこれは我々のその、 えっととあれ、えっと、入手元からすると、うん、もうこれ、最終的なデータなわけです。うん、うん、で、うんと25万円、それでも十分高いけどね、ね25万円にいわゆる管理料とかそういうものを足して、さらに、うん、あのー、消費税、転舗をかければ、うん、もう35万円ぐらいまでなっていくっていう、うんまあ、そういう計算式にですよねて。うん これは毎日新聞の報道は正しかったっていう裏付けになるわけで、うんね、<laughs> それで、<laughs> いや、これが違うっていうんならさ、うん、っていうか、これが全く偽物ですなんてさ、言うんか <laughs> らねあ彼ら言えない、彼らも言えないっていうかさ、うん、それをお前じゃあ、じゃあお前正しい数字出してみるそう,そう言われてるから、うん、いや、これは絶対違うんだというのはなかなか言えない。ちょっっと問題になって 今やっぱり問題になってるのは、うん、えっと、まあその表では例えば東急エージェンシーとかいろいなところ出てくるあれですね。<laughs> えれけどね、この画面に見てるだけでも、<laughs> 電通東急エージェンシー、セレスポー、FCC と、まあ少なくとも4社あるな。うん、うん、出てくるね。まあそのほかにも、博報堂とか大広とかも入ってるってう。うんうん、で、えっと、昨日の、ごめんなさい、昨日じゃない、その画面、その動画、 あの、決算委員会の、うん、あの動画ではね、うんあ文、文部科学委員会の動画をず,のずっと見てると、はいえー、もうだから組織委員会としては、うん、そもそもいくらとか言う前に、うん、どこに払ってるかっていうのも明かしてない、うんね。だからもう何言ってるか分かんねえよっていうそう。 あのー、何言ってるかっていうか、まあ、つまり何も言ってないんだよ。うん。だからこう。なんかこういつものパターンっすよね。そうそうそう。こういう内部文書が出てきたら、いや、それは違うんだと。ね。うん、じゃあ、本当のことを示すために、あーのーじゃあ証明してくださいよ。反証の証拠出してくださいよって言われたら、いや、それは出せません。俺を信じろ。っていう、なんか、いや、ちょっと待ってよっていう。 本当にずずしいよね。あの、別にね、本間さんも私も、オリンピックをぶっ潰してやるとかってそういうのじゃないのよ、皆さん。<laughs> あの、違うのよ。<laughs> あの、国書対策、感染対策、膨れ上がった税金の透明性、ね、これらをきちんとやるんだったら、オリンピックやりゃいいじゃんって思うよ。でも、あまりにも嘘やごまかしが多いから、これは、 おかしいんじゃないのっていうふうに言ってるだけだからね。そう,そうそう。うん。だから、この答弁をね、うん、見ただけでも、うん、まあ非常に怪しい、怪しさ、まんまんな雰囲気が漂ってる。うん、で、とにかく、その、金に関して言うとね、うん、まあ毎日のあれにも、うん、記事にも出てくるんだけど、うん、とにかく彼らは総額しか発表しないわけうん,、うん。 総額でいくらです。うん、あじゃあ、じゃあ一社ずついくら払ってるこいつのも、うん、出してよと。それはできません。うんうん、でも、総額出してるって、私たちが言ってるんだから、それは信じてくださいよっていう、うん、すごい理屈で、なわけで。意味がわからん。ね、で、あのー、この話、この、なんだっけ、この民主党の あのー、民主党じゃない。立憲民主の八田川はじめさん。八田川さんが。えー、このね、えー、千葉県の方らしいですよ。そうなのうん。俺と、俺のところじゃん。千葉10区、うん。あ、1区だから違うい、うん、う,うちの隣かじゃん。うん、まあ。その人、俺会ったことも、あの、何も知らないんだけどさ。うん、あのー、で、結局、その、いや、これ税金、国民の税金使ってるんですから、ちゃんと発表してくださいよ、みたいな言ってたんだ。うんうんうん 本当、まあ、あのー、何度もね、このこのあれでこの、このシリーズでいつも言ってるけど、うん、自分たちで集めた金だけでオリンピック開くっていうならさ、うん、まあそれは別に何も公表しなくていいよ。まあどうぞ、ご自由にっていう感じですよ。ご自由に、どっか離島とかでやってくれる。<laughs> やっぱあの自民党っていう島を作って、そこでやってほしい すぐ噴火してバラバラになってしまう。<laughs> そういうところでやるならいいんですよね。うん、我々も文句は言わない。うん、だけど、1兆6400億円って彼らが公表している、うんえー、いわゆる開催費の中で9000、うん、億近くがさ、うん、あのー、いや、9000億以上が、えー、っと、税金なわけですよ。うん つまり、そのお金がなかったら開けないんだよ、ねうん、で、それだけの税金を投入しておきながら、うん、えー、組織委員会が一体誰にいくらで発注してるのかを明かさないなんていうのはさ、うん、やっぱこれはおかしいわけよ。おかしいっつか、ふざけんなんですよ。うん、ねだからこれ、島根県の丸山さんもそう言ってたしね。 反社会的な集団なんじゃねえかっていう。<laughs> いや、全くその通りだよね。だって税金使ってるわけだからさ。あのー、まあ正しく表現するのであればですね、本質を。うん、あの、広域政治団体自民組の五輪部っていう感じですね。<laughs> はい。うん、そうだよね。はい。いや、もうとんでもない話でさ。税金が一体どこにいくら使われてるんだか、うん、やっぱりわからんっていうね。 で、こんなの本当普通ないってっていうさ。いやー。まあね、これで、八田川さんという議員さんがですね、この、あの、運営委託費をね、えひとつきまさず見ましたかと、ね。これ出てるじゃないですかっていうのをこう否定したわけですよ。この野村さんっていう人が。で、ちょっと続きも、少しだけいいでしょうか。うん、どうぞ。<laughs> 八田川はじめくん。ね あ,ちゃっあの、まあ、昨日、通告してね、今日の質問なんで、あの、なかなか精査できないかもしれんけども、ぜひね、しっかり確認していただいて、組織委員会の人に、こういう資料を作ったことありますかと。あるいは、そんなこと言わなくてもいいんだ。資料をしっかり持ってきて、井村さん、あなた本人がチェックしてくださいよ。一日三十万円のね、そんなことあり得ないと。あなた、自分の目で確認してくれませんか それをこの委員会に報告していただけませんか、いかがでしょううか宇野野村村副事務総長宇野村副事務務総総長長ななんんでこのやる気ないんだろう <laughs> あの資料につきましては、あの内部で、万が一、内部の資料が漏れたとすれば、資料管理の徹底をしなければいけないと存じますけれど、脅してやがるんだよね、ここで。ああも あの資料に出た数字に基づいて、業務委託契約をしたという事実はございませんので、そこだけはしっかり申し上げさせていただきたいと思いますょたがはじめ君まあ先ほどから公表はできないと、CDD 部だとかいろいろおっしゃってるけども、じゃあね、理事会、結構、各界からね、それなりの方が出てますよ、やっぱり少なくとも、理事の皆さんには、積算公にこういうことで人件費はこうですと。 そういう資料に基づいて説明すべきかと思います。思いますがいかがでしょうか。全くもってその通りだと。え、お答えいたします。あの業務に内容につきましては理事会ではタイムリーに報告をさせていただいておりますけれども、業務委託契約においてどのような形で積算をしているのか。 そういった点につきましては、理事会で必要なときに、きちっとご説明をしたいと思います。うん、はじめんまあ、あの理事の方が納得できるのか、それは注目したいと思うんですが、あのちょっともう時間ないんでね、あの布村さんがすべて決裁できると思わないんで、やはり最後は会長なり、あるいは事務総長が、そのように決裁しなきゃいけないんで、この委員会にね、やはり、あの 会長、あるいは、えー、会長、事務総長、呼んでね、詳しくお聞きしたいと思うんですが、理事会にお分かりいただけますか。はい、えー、理事会で協議させていただきます、はい、なんでこの議長、鼻出しマスクなんだろうって、いやー、まあそういうわけで、えー、私が言いたいのはですね、ねうん、バンコクの両親を持った組織委員会の諸君、今こそ立ち上がる時である。 このような権力者の応募を許してはならない。君たちの仕事が馬鹿にされている。どんどん内部情報を求む。<laughs> ということでございます。そうですね。<笑><笑>いや、<laughs> <laughs> まあね、あのー、今回これをご紹介。うん、これあれなんだよね。あの、衆議院の、うん、えっと、だから4月7日。うん で衆議院の文部省文,え文,、えー、文部科学委員会です。文部科学委員会、うんえー、というところで見ていただくと、誰でも見れる、はい、あの URL 貼っとくんで、うん、誰でも見れるんで、うん、まあぜひ見ていただきたい、まあ要するにこういうふうに行われてるんだっていう、ね、うん、まあ、これもさ、ほんまあま実はこれ、あのー、僕らも知らなくてね。はい。の日知りました。 昨日、まあ、ある新聞社さんから教えてもらって。<laughs> うん、出てるよ。出てたよーって。ええー、なんつって。うん、灰になりそうだと思いました、私。<laughs> やっぱあの、ほら、アングラー番組で、その、闇に生息してる人間からすると、国会なんていう表舞台ね、国会議員とかの表舞台にさらされるとですね、こう、光を浴びて、バンパイヤーみたいに、ぺ、えー <laughs> だかは俺も一緒じゃん、夜しか外出れないと、<laughs> <laughs> 二人とも灰に、ばーっ <laughs> となるんじゃないか <laughs> まあそれで、はい、あのー、見たら確かにね、名前も言ってもらってて、うん、言ってもらってて、あのー、嬉しいとかっていうレベル話じゃないんだけど、うん、あのー、面白いなと思ったのは、うん、うん、前もね、オリンピックに関しては、立憲の杉尾さん,尾さん。うん 杉尾さんがほら去年10月のその IOC がもう中止した方がいいんじゃないのって言ってきたっていう話をやっぱり国会で聞いたとき橋本さんに聞いたんだっけな、あ当時、うん、の,の大臣だったからね、うん、まあそれ以来だったと思うとその時はまあ杉尾さんからあの一応こんなこと聞きたいんだけどみたいなのあったわけだけど。 今回に関して言うと何もないのよ。何の事前、何もないし。あのー、だからほら、もし言ってもらえばさ、じゃあ画面のさ、そう,そうそうそう、画面データを見せて、はい、どうぞって。そうそうそう。うん、あん、の、な、ー、そのさ、 あのー、あれ、一月つき万前の日に電話して、一月つき万見とけよって <laughs>、言う、<laughs> まあ、見ててもらうのはいいんだけど、いいんだけど、その画面のね、<laughs> うん、写真ぐらいさ、送ってあげてもいいと思うんだけど、うん、何も言ってなかった。うん、言ってこなかったんで、で、それがね、全然悪いって言ってるんじゃないあのー、まあほら、結局、国会でいつも、週刊文春がとか、うん、何々新聞がとかって、うん あのよくそうやって議員が話題にするのと今回結局扱いとしては一緒なんだよね,ね我々も、うん、我々もついに文春と大手新聞にあの肩を並べたかってね <laughs> 並べてないんだけども <laughs> そういう妄想をしましょう <laughs> な扱いはそういう扱い<ー>つまり一月つき万撮というところで、うん、まあこういうその いわゆるスクープが打たれていると、うん、でそれに関して、あのだから、それを国会議員がまあね、うん、あ,あいう委員会で話をするということは、うんうん、まああの我々は自分たち自称アングラーと言ってますけどアングラ国政レベルでアングラーではないというまあ、あの会は少なくともあの会は、ね、アングラーではないと。うん あの、だって、それに基づいて質問してるわけです。うん、で、えっと、あのーと、組織委員会側も、いや、こんなペテンじゃねえかとかさ、ああこんなのあいつらが勝手に作ったんじゃねえかとかって、やっぱり言えないそういう,そういうことは言ってませんでしたね、さすがに。さすがに言えないわけ。で、あの画面は確かに、うん、この野々村さんっていう人はもしかすると、あの画面自体は見たことないかもしれないよ、うん。あ、これね。つまり、うん あれはだから、えー、と<れ>要するに、うん、発注する人たちが見ている画面、うん、管理画面で、野、うん、村さんみたいなさ副,副,副事務総長総長なんかさ、プリントアウトされたやつしか見てないって、うん、彼があの管理画面は見てないから、うん、だから私は初めて見たって言ってるんだよ。だってそうじゃん。あれぐらいののクラスの人間がさ、うん ちち言わないよ。ちち言わないでしょ。彼らはさ、全部さ、うん、紙で見てんだよ、うんで。途中の経過なんか知らないからさ、こうなっておりまちゅうって言ってって、うん、紙の束渡されて見てるから、うん、から彼はそういう意味では、だから、まあ、官僚っていうのは一言一言に意味があってさ、うん、あのー、 検討させていただきますっていうのは、ただ検討するだけで、いいかどうかはわかんないよっていう意味なんだ、あの答え方はね。最後のさ、うん、あやつとか。だから、見ていないのはおそらく事実なんだよ。うんうん、見ていないのは。ただ、それはお前が見てないっていうだけだろうってう。うん、で、あの、あそこの中に書いてある数字に関しては、彼らとしては、いいとも悪いとも言えないわけさ。うんうん、だって、もともと何も発表しないんだも、うん。 だそこはね、彼ら、あの要するに連中と喋ってると、いつもさ、うん、なんていうのかな、泥にさ竹やり突っ込んでるみたいなたわけよね。うん、だけど、何回も言うけど、あのー、税金を使ってやっているっていう、うん、そういうその事実は現実としてあるわけで、ね、うん、組織委員会が誰も否定しないと思う。うん、税金使っっってててやるんですかっつったら、うん いやそれはまあ,ある程度やってます、ね、ある程いうか、<laughs> 税金の方が多いんですけどね。半だってスポンサー費用が、え 4, 5,、まあ、スポンサー費用、彼らが公表してるのは3600億円<ー>、うんで、そこに、えー、チケット代が900億円乗って4500億、うんでと、あと,、えー、と IOC からの借り入れが。 1, 億ぐらいあるのかなうん、うん、だから6000、うん。そこに東京都からいくらだったかな7百8 0 0億円ぐらい入ってるんだよね全く、うん、だからまあ、全部締めて6000から7000億円が彼らのお財布の中にあるはずなうん、うん、でもそれだけだから1兆6400億円のうち、うんえー、7000億ぐらいが、えっと、組織委員会が自前のポケットを持ってる だから9000億以上は、あの、税金なわけで、ね。うん、で、さらに、いつも僕らが言っているのは、うん、1>, 1兆6400億円だけで開く、じゃあそれだけで開けるかいうと、それでも開けなかったわけ。うん、で、この7年間に、えー、っと、まあ、これはまあ、便乗もあるんだけど、うん、まあ国のいろいろな機関が、 五輪を、おまあ、この、代名詞にして、使っちゃったお金が、一兆円ぐらいあるぜ、と。うん、おひどい話だよ。だってこれ、オリンピックが来なかったら、そのお金使う必要なかったんだから。一、うん、兆円使っちゃったわけよ、もう。いろんな、その、ショーとかさ、なんとかがね、観光庁がみんな使っちゃったわけ、うん、で、さらに、そこに <laughs>、えー、東京都も、さらに八千億ぐらい、うん。打ち込むわけ まあ、もうぶち込んじゃってるわけよ。うん、この道路整備費とかね。いいな。環境整備費とか。そういうところに8000億ぐらい使っちゃったわけよ。うん、だから、それを全部足せば、結局3兆5000億ぐらいになるでしょ、と。うんうん、で、3兆5000億円のうちだ、えー、っと、組織委員会が用意できた金は7000億しかなくて、うん、2>, 2兆8000億円が、なんと税金なわけですよ。<laughs> それであの答弁だからね。そう。それであの答弁だから、いく、うん、らなんでもお前らおかしいだろゆえ故に、なんで我々のところにね、あの内部情報入ってくるか。簡単だよ。うん、同じようにさすがにおかしいって思ってんだってみんな。働いてる人が。じゃあ。おかしいじゃん、それ。そう。うん、だから、やっぱり今までずいぶん本当多くの人がね、いろいろ情報送ってくれたんだけど、うん そういう人たちのほとんどは、あの、地方のね、地方の、あの、官庁関係、うんえー、から出向できている、うんあの、そういう役所の人たち。うん、で、地方のちっちゃい自治体なんかからもやっぱ来てるんだけど、うん、もうそういう人たちから見るとね、あまりにも金に関するこの感覚が違いすぎる。うん、やっぱこの、本当に日本のやっぱり真面目な公務員の人ってさ、 もう1円たりともさ、税金の無駄遣いなんかしちゃいけないって思ってるし、うん、ちゃんとやっぱりやってるわけよ。うん、で、その人たちが出向で組織委員会に来ると、うん、まあめちゃくちゃなことやってると。ありえんと。ありえないと。で、それをね、あの、やっぱり告発しなきゃいけないと思うけれども、うん、結局、まあ、あのー、 大手全国紙はみんなスポンになっちゃってるから、うんうん、結局、そういう告発をしても、あの記事にならないっていうね、うん、まあそういうことで僕らにあの教えてくれてたわけですよ。ねまあ今、「週刊文春」も頑張ってるねオリンピックに関してせ、うん、戦線にこう参加してきてるけどさ、あの本当、そういうことでね。 あの僕らにいろんな情報を伝えてくれる人たちっていうのはやっぱり本当、義憤に駆られてるわけだよね。うんうん、で、これがさ、例えば直雇用の人だったらさ、うん、頭にきたら辞めるっていう手段がある。彼らは出向者だから、辞められないわけよ。かわいそうにな。県なっつって辞めたらさ、だって地元に戻って、またその仕事をね、うん、続けるはずなのに。 この組織委員会の出来事で頭に来たから辞めるとかって言って、やっぱそれはちょっと筋が違うわけです。うん、だからそういうことでね、あのー、まあ大手の新聞社にも実はこういう、あの,あの動画の画面とかっていうのは、うん、実はやっぱり新聞社でさえ入手していない、かなり貴重な、ね、あのニュースソースなんだけど、でもそれはやっぱり、えー そういう新聞社に送っても記事にしてもらえないっていうさ、うん、逆にこう絶望感っていうのがねねあるよねだからななんんでこんなアングラーにっていうことは実はそれ正しいんですよアングラじゃないと集まってこないんですよ、うん、<laughs> お行儀よくやっているお上品なところはですねそういうとこ取り扱ってくんないのよそうそうそう、うん、私まああのー、ね、うん、スポンサーだからねうん、まあ、仕方ない<も>うん、うん まあスポンサーになっちまったせいで、うん、まともなそういうその情報が集まらんないっていう、うん、あのそういうおかしさっていうのはやっぱり発生していく。そりゃそうだよ。うん。いやね、まああのー、さまざまなネット番組があるわけでね、うん、いろんな人、他の人もやっぱりオリンピック中止だってずっと言ってる人だってもちろんいるけど。うん まあそういう中で我々のところにあの貴重な情報が集まってくるっていうのは、うん、まあ我々もあのいつもほら、あの、その内容が正しいかどうかっていうのは一応ね、我々の持っている知識ではチェックはしているつもりで、まああの、まあそれにさ、え、これはいくらなんでも前つばだよなみたいな、あんまりひどいものっていうのはでも来ないよね別にね。うん。うん まあね、俺のところにはね、また他にもね、電通のあのー、なんと、某、某局長が、なんか、こんな変なこと、パ <laughs> あハラやってるとかさ、なんかいろいろ来るんだけどさ <laughs> そう。全部は取り上げられないから。<laughs> 全部,全部は取り上げられないさ、<laughs> 電通の一、一 <laughs> 個人のね、やつのさ、行場までは俺のところで拾ってるわけにいかねえしな、<laughs> っていうね。うっていうのがあるんでさ、いちいちおいや全部はやんないんだけど。うん まあ、ともかくこの組織委員会のひどさっていうのはね、うん、まあ、ちょっと目に余る。うんうん、本当に。うん。本当にひどい話だと思いますよ。うん。うん、ちなみに今、速報で入ってきたのがですね、うん、大阪千人超えらしいです、コロナ。おー。え、だから結局さ、うん、なんだっけ、あマンボウいつから始めたんだっけ、大阪。先週か。先週ですね。 まあ、ほとんど役にってないって感じだ,、うん、<laughs> だね <laughs>。まあ、そりゃそうだよね、うん。いや、すごいな。まあ、そりゃそうだ。マンボウとかヤンボウでなんとかなるようなレベルの話じゃないだろうって、いうことだよね。うん、いや、しかしな、すごい、すごい状況です。その中でまたやろうと。うん そして何の共感もされていないというねうん、うん、ひどい話でさ、うん、そうそう,そうもう一個そういえば内部告発で昔もらったやつで、うん、やっぱりその公務員の出向者の人が怒ってたのが、うん、まあ今今はほとんどやってないと思うけどうん、うん、緊急事態が始まる前はさ、うん、もうとにかくこう組織委員会の人間がさ幸、うん、せだっつって、うん、海外に 飛んだり、うん、飛んで跳ねたりしてたわけよ飛んで跳ねたりしてたら、ビョン、ビョン、カ外だ、イエイイエイ、つって。で、その時に、うん、その伝票処理した人が言ってたんだけど、うん、いや、もう役員はね、イン、うん、クラスなんつったら、もう、組織委員会のビルから、ハイヤー、うん、電車なんか乗らねえんだ。うん、ハイヤーで行って、うん、で、飛行機は全部ビジネスクラス以上。うん、で、 えー、しかも、空港でのチェックが一般人とは別。うん、だから一般人だと、えー、今は、あれか、えー、っと、海外飛ぶためには1時間前、以上に行かなきゃいけないじゃん、うん、空港。チェックしてさ。でも組織委員会の人間は30分以内。つまり、国内と同じでよい。っていう、すごいね、至れり尽くせり。うん。 とったわけですよ。だってさ、全部ビジネスクラスってさ、そんな必要ないじゃん。ないしょ,ょっ。ないよね。ない。もう、まあ、ほんとさ、そういうことをやって、金湯水のように使ってきてさ。うん、で、最後のうになってきて、もう,こうお金ないからちょうだいってやってるわけさ。もうざけんな。本当にひどいよね。うん もうこういう話、山のようにあるんだけど、うん、とにかく、あのー、まあ今今この国会でさ、やっぱ国会開いてるんだから、野党にはさ、もうガンガン追及すべきだと思うよ。もう、ガンガン追及するべきなんだけど、なんかふにゃっとしてて <laughs>。うん。<laughs> まあ今回、矢田川さんが取り上げてはくれたけど、うん、うーん、なん、まあ皆さんにね、あの伝えておきたいことは、えー、国会の中でね、 まあ今回嘘がつかれてるんじゃないかと、私たちは思うわけですよ。ね。で、この、組織委員会の内部の表、これもね、この嘘なんだと。このないと。ね。で、その上、じゃあ嘘じゃって言うんだったら、改めてどこに発注してるのか。我々東急エージェンシーとかね、電通、博報堂、大行とか、えっ、ー、と、なんかセレスポとか FCC とかいろいろ名前挙げたけど、これも嘘なんですかと。 じゃあ、どこに発注したんですかそれも言いませんとかっつってるんですよ。<laughs> ありえないでしょ、こんなの。お前、なんかこう、幼稚園児と喧嘩してんのかな <laughs> なんかそんな感じがしまよね <laughs>。<laughs> なんなんああ、もうとひどいでしょ。うん。うん。それを間抜けな答弁をさ、<う>してさ、また許されちゃってるからね。うん いやだからまあこの八田川さんが一番最後にまあ次はやっぱりまあ結局、橋本か武藤を出せって言ったわけだよ。橋本か武藤が出てきたところでいやこんだけ税金突っ込んでるのにお前らはそうやって白切っ,ってていいのかってねうん、うん、やっぱりちゃんと追及すべきだと思うよね。うんうん、あのそこをどう考えているのか、うん、あのこんだけの税金を使ってまあで結局。 うーん今ほらオリンピックやるかやらんかって言ったらさ、うん、7割8割の国民がそっぽ向いてるわけじゃない。うん、で、それの原因っていうのはやっぱりさ、組織委員会がさ、この7年間、うん、延々とこのさ、東京オリンピックのさ、悪評を一生懸命流してきたからだよね、うん、結局ね。うん、あのー、国民の理解をさ、うん、得ようとしないんだからなって。うん、今だって7割8割の国民が反対しているのに、うん それを無視してオリンピックやろうとしてるわけじゃん、うん、で請求されたら<で>シャー,ーンって言ってるわけうだよね、うん、でじゃあ国民をなんとかなって説得しようとかさ、うん、あのそういうその努力も見られない、うんね、あの本当、えー、まあ橋本聖子が組織委員会になって何やったかっつったらんと女性の理事 12, 12人を増やしただけだからね、うん 彼女が何かやったかってさそれしかやってないからさ、うん、だから何かやるっていうかいや、あのオリンピックは本当に必要なものなんだっていうんだったらさ、うん、でもこのあれ、あのー、文,科文科文部科学委員会、うん、に出てきてさいやの、あのー、国民の税金使っちゃいるけれどもねで やる意味があるんだとかなんとかって言ってみりゃいいじゃないか。どうせ一人よがりで何の説得力もないんだけどさ。まちなみにあの文部科学委員会で何で言われてるのかっていうとオリンピックはスポーツだから文部科学省。だからですよね、これ。そうよ、そうよ。一応文科省の所管になるんで、文部科学委員会なんだよね。いや、しかしこれさ、何 萩生田さんとか丸川さんも見たのかな今回の。丸川を見てんじゃないいやー、嫌だなル丸川さんね、一、うん、回名刺交換したことあるんで。うん、丸川さんどうも。いつもお世話になっております。<laughs> いや、全然お世話になってやすいません、こんな <laughs> あの変なやつの動画見ていただいて。ありがとうございます。一 <laughs> 回だけ俺も名刺交換してさ、もう絶対彼女覚えてないと思う。<laughs> もうね、いや、一番嫌なのはもう,う、こう、もう、これからこうやって出ようかな。<laughs> いや、な、なんかっていうと、もう、影響力があるんだから、真面目に、きちんとやってくださいっていうね、圧力がすごい嫌なのよ。ね。<laughs> ちゃうんやで、ね、みんな。真面目に、お上品にやってるところに持ち込んでも、全部ダメだと、なって、ね。で、 それで、まあ、あの、下品に不真面目にやってるうちの番組に入ってきたわけですよ。だから、真面目にお上品にやるだけだと、世の中変わんないんですよ。だから、ちょっと、本間さんがですね、小池さんのすっぴんネタを言ったりですね、あの、昨日もこん、とかっていう話とかをしたりですね、大変ちょっとお子様と一緒に見るには、親っていうふうな発言が多いんですが、それは私、最大限本間さんの表現の自由を私、許しておりますので、えー、<laughs> ぜひそこはご理解いただきたいなと。 プラス、あくまで今回すごいのは、ほんまさんだってことですよ。私がすごいわけじゃなくてね。<laughs> うん。だからまあ別に、一月万って出なくてもよかったんだけどな。ほんまりゅうさんが動画サイトで喋ってるぐらいで、私は十分ではあったんですけども。いやまあ一応ほら、一月つき万で動画さえ動画で喋ってるから、ね。まあそっか。ありがとうございます。それ出さないとうん。やっぱちょっと、あれになっちゃうじゃないだねそこで、とにかく、まあだから、かなり、 の国会議員、まあ、ああのー、オリンピックに関心のある国会議員は結構見てるって考えてもいいよね。いや、あのー、前からね、前いはい、私のところにはですね、少なくとも、えー、村議会、町議会、市議会、県議会は連絡が来てるんですよ。うん、で、国会議員も、あの、見てるっていうのをですね、一つ手には聞いてました。で、うん、具体的な名前も聞いてた。それは自民党も立憲も、どっちもいた。うん だけど、あなんか、改めて、こうやって、本当に出てきたら、あ本当見てんだ、っていう。うん、ね,ね <laughs> 何。何の連絡もなく、うん、あの、普通に委員会で名前が出るわけだからうん。うん 大変ありがたい。<れ>ありがたいけど、あの、カンパもちょうだいねい,いや、そうですよ。そう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 。こんだけ頑張ってるんだから、カンパ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 欲しいなー、カンパしいな、これ。国会議員の皆さん、お金あるだろうからさ、うんうんね。国会議員さん、カンパください。国会議員の皆さん以外の人もカンパください。うん、<laughs> いや、まあ、でもね、うん、これ、ちょっと大事なポイントだと思うんですけども、この、こうやってね、 えー、YouTube で毎日毎日話をして、でそして、えー、それが国会まで届くとか、いろんな人たちのねあ、が参考にするっていうのってすごく大事。で、メディアの、その、なんて言ったらいいの限界旧来のメディアの限界それをなんか突破できるところがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんうん、そうね。うん。まあね、あのー、別に僕らはさ、その、 既存のメディアを敵視してるわけでも何でもなく、うん、あの、むしろ例えば、こういう組織委員会とかさ、うん、国相手の話でね、うん、あの、いわゆるこの特種を持ち寄るとかさ、うん、拡散力、うん、っていうのところは、やっぱり、それぞれのメディアの良さがあるわけで、うんうん、あの、そこは <laughs>、俺なんかもうよくわかってるわけで、うん、やだって、元白報道でそれお仕事やってから、うん。<laughs> だからね、あの、そこはさ、うん、別に協働していけばいいと思うわけうん。あのー、お互いに持っているものを持ち寄ってす。うんうん、で、まあ、敵はやっぱり組織委員会。うんうん、まあ、オリンピックに関して言えばね。うんうん、敵はやっぱり政府と組織委員会だっていうことになるわけだ。うんうん、まあ、別にさ、敵作って喜んでるわけじゃないけれども。うん、まあ、この場合特に <laughs>、オリンピックはというね、うん まあ、今はいつも清水さん言うけど、今はもうすでにオリンピックじゃないんだオリンピックみたいなスカラクターをさ、スカ <laughs> ラクターになっちゃってるわけよ。あの、本来オリンピックをやるんだったら、海外のお客さんも全員来れて、で、そしてインバウンドもあって、で、ホストタウン全国に500カ所くらいある。あそこでみんな氷をもうしてたはずなんですよ、本当は。で、あれもやって、で、開会式、閉会式もきちんとやったら、ああ、よかったね。 これがオリンピックですから。うん、で、それに、国書対策が問題だって言って、最初言ってたわけですから。うん、そこにコロナが入って、国書対策は大ざなりにされて、コロナで死んでも誰が責任取るのか分かんねえよって、税金はどん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 追加になるわっていう。勘弁してっていう。そう。勘弁、うん、してくれよと。うん、うんでね。いや、でもそれなんであんたたちが言ってんのって、要するに誰が言ったっていいのよ。うん 誰が言ったっていい気づいたやつが言えばいいわけだから時々ね、あのやっぱり俺もいやそれ、どうして本間さんとか清水さん、うん、そういうのを一生懸命にそういう話すんのって、うん、だからそれはね、あのだってやっぱりこう誰がどう見てもおかしいことっていうのを、うん、あのそれについてやっぱり語るとか非難する、それが自由にできるのはやっぱり自由主義国だからさ。うん それができないのは中国とかそういう、うんうん、でそういう、自由にものを語れる国に我々はす生まれて住んでいるわけで、うん、でそこでこう YouTube っていう手段で、えー、我々の言ってることが正しいんではな、あの我々が言っているその、あの言ってることすべてが正しいなんて思っちゃいけないけど、うんうん、ただ、あまりにも理不尽なことが国の中で行われていると。うんうん で我々はそれを、まあ、僕とかはある程度専門的な、うん、あの視点で見たりしていて、うん、でそれを知っちゃったからにはさ、うん、それをやっぱりちゃんと言,うに言わないとダメでしょっていう、ねうんまあ、ただ普通のそういう感覚なんだよね、うん、でそれがたまたまあのーまあ、かなりの人たちに見てもらっていて、うん、まあ今もフォロワーが12万人ぐらいいるわけだから、ね、そで,す、ねね、でそういう人たちの中でも 毎日見てくれる人たちもい、うん、でそういう人たちが応援してくれてるから、やっぱりやれてるっていうのもあるもんね。うん、いや、もちろんそうですよ。いつまでたってもさあの、フォロワーが100人ぐらいしかいなかったで,す <laughs> で再生回数13回とか、さすがに辛いからな、だから、カンパはね、いやあのー、くださいといつも私、言ってますけど、見ていただいてるだけでも十分ありがたいよ。うん、ね、それはもう、もう大感謝でございます。 でも、私、もっと感謝したいから乾杯欲しいなって言ってるだけであって <laughs>。で、本間さんがね、当然その、全部ま、あの、私だって間違えることあるわけですよ。ね。例えば、昨日ね、あの、公開した動画で想像を超えたコロナ感染、五輪で税金3五59億円無駄っていうサムネをやりましたが、まあ、これ、すいません。あの、正確には48億円でした。はい。ね、えー、っていう間違いを犯したりもします。で、間違ったらごめんなさいっていうふうに、すぐ私謝るんでね。 あのー、まあ、これちなみに本間さんの間違いじゃなくて私の間違いですからね。サムネ作ってるの私ですから。<laughs> はい。だから、まあ、これも普通のメディアとは違いますよね。普通59、毎日新聞とかが59億円税金無駄遣いとかって書いて、あ、ごめん、48億だったとかって、気楽じゃん、これ。修正できない。<laughs> できない。できない、できない。でも、これ、うちのメディアの特徴は個人がやっていて、誤ったら即修正する。 で、えー、お上品でもない。代わりに機動性がある。うん、で、新聞やテレビはテレビでね、まあなんか特性があるんだろうから、なんかこういいところを含めてきちんとやっていけたらいいなって思いますよ。よね。うん。まあ、毎日新聞はでも最近はね、あの、オリンピックに関してはすごく、あの、いいなっていうふうに思いますよ。うん、ちょっとね、別の動画で取り上げてみたいなというふうには思ったんですけど、あの、今日 <laughs>、 東京五輪は最悪のタイミング、一大完成イベント、ニューヨーク・タイムズっていうのをわざわざ紹介したりさ、これ、毎チームかなりね、うん、あの最近振り,振り切ってます、オリンピック批判に。まあね、うん、まあそれでもね、うん、中止って言わないって言い,、ね、い,い,いえいよ、本当に。最大のね、<laughs> 難所がまだ、難所をまだ超えられてないんで、ね、ここもどこが超えるかですよ。うんね まあ、そんな。ここを超えないとダメなんだよね。うん、いやー、まあ、組織委員会はさ、毎日新聞に謝罪どうしろとかさ、ウェブ記事消せとかさ、なんか文集に対してとかも言ってたけど、もうじゃ、もうね。ね。あのー、そんなの何の根拠もない。お前らが謝罪しろよ。ね,ね、うん、本当に。お前らが謝罪しろよってね。うん。まあやっぱ下品なメディアとしてはこう言っておきたい。お前ら配達場のマントゲーやっ <laughs> まだ玉は残っとるけんのう、っていうことでございます。はい。ということ <laughs> はい。えー、というわけで、えー、バンコクの組織委員会の両親を持った諸君、君たちの仕事は馬鹿にされている。これを許していいのか、内部情報をお待ちしております。では <laughs> もう楽者。お待ちしております。はい。国会議員の人、たまりには漢方を。をお願いします。 ではでは。正当交付金いっぱいもらってるでしょしかしもうこれね、ちょっとすごく残念だ、残念だなって思ったのが、もう我々は官房機密費をもらってウハウハという道は立たたってしまった。それはもはやないな。はい。1億円くれたらね、1分黙りますよっていつも言ってるんですけど、一向に菅さんから振り込まれないんで、すごく悲しい思いを毎日しております。それでは。 <laughs> いつも見ていただきましてありがとうございます。こちら、本間リブさんのですね、応援をしたいという方向けに、動画の有料講義を作りました。まあ、通がですね、憲法、オリンピック、いろんな部分でですね、ものすごいですね、勢いで、まあ、我々の生活に実は影響しているということが、まあ、こちら国会議員さんとか、まあ、あるいは大学の教授、各種市民団体とかですね、 公共の団体のところで講演したものを元にしてですね、まあ私や本間さんがパワーポイントを使ってですね、すごいまあ長い時間なんですけども、えー、見応えのある動画を作っておりますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。本間さんの取材を応援するためにもよろしくお願いいたします。今日も読書